ハンド、ネジマスとマジンザーハンド小さじ、オッケー。え、本当に？まあ、おさせていただいたと思うんですけども、これでさせてるのすごいな。させないかことが見てないでしょ。本日は、稲妻ベストイレブン発表。待ってました。我々の少年時代は稲妻イレブンで構成されてるって言っても過言ではない。で、稲妻イレブンってまあ無印の世代、2009年ぐらいから始まったのが、2008年か、から始まって、オリオンの刻印っていうのが最近までやってたんじゃないですか、うん、で、一応一通りそれは履修をしているわけなんですけども、お気に入りの選手いるわけですよ。いますね。ベストイレブンお互いの発表しましょう。した今回発表するのはですね、スタメン11人とフォーメーションに加えて、うん、監督とさらにはあのベンチ、惜しくもそのベストイレブンの中に入れなかったけど入れたかったなっていう選手を5人まで入れられるということで、計16名17名か、うん、を発表します。まずはじゃあフォーメーションから発表いたします。はい、私のフォーメーションはこちら。532F デスゾーン2、こちらです。うーわー、こういう配置になってます。これね、何がいいかって下にね、こう選手が5人いるわけなんですよ、このディフェンスライン。めちゃめちゃしっかり硬い。なんで今回このフォーメーションにしました。じゃあ皆様が一番気になっているであろうディフェンスライン、こちらの4名かな、じゃあここの4人にしようかな、はい、発表します。書きました。お願いします。はい、来ました。それではディフェンスライン発表していきたいと思います。こちら、じゃじゃん。はい、右サイドバック、マトロ。そしてセンターバック、リュウザキ。リュウザキ、いやー、いいとこ来た。センターバック、水上谷。うん。そして4番、吹雪史郎。こういう感じになってます。はい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 。さあ、まあ、一人ずつ説明していきましょうか。まあ、吹雪史郎はまあ皆さんご存知ですよね。はい。で、まあ、なんだろうな。扱いが難しいんですよね、彼の。もともとはディフェンダーなんだけど、うん、まあ、フォワードになって、うん、で、またディフェンダーに戻ったりとか。うん、で、僕はね、この吹雪史郎をディフェンス起用するのがすごい好きなんですよ。あの、スノーエンジェルっていう、超絶かっけえ技を覚える。はい、超強いし、はい。なんでこいつ入れました。で、これ2番、水上谷星流。これね、アルスの天秤で、シリーズで登場する、青少学園っていうチームのキャプテンなんですけども、まあ、イケメンなんですよ。で、めっちゃ個人的に好き。青い髪の。そうそうそう。フルスね。パッとして。で、かっこいいので好きです。で、これ、龍崎は、ゴー、稲妻イレブン、ゴーの帝国学園にいるセンターバックのディフェンダーの選手なんですけど、化身使いなんで一応入れときました。かっこいいしね。めっちゃイケメン、こいつも。このマトロっていうのが、ご存知ですか、ね、俺知らないんですね、マトロ。マトロちゃんって、これ女の子なんですよ。うん、これ、白連中の。あ、待って、これ、帽子かぶって、帽子かぶってる、座敷わらしみたいな子。座敷わらしじゃない。違う方。違う方。なんかちょっとモコモコってしてる。わかった。ここにポンってそうそうそうついてる。可愛いんですよ。あいつか。アイスグラだけの技好きだから、じゃあ両サイドに置きました。そんなにめっちゃ有名ってやつが来なくて。そうだね。まあ、風紀は有名だけど、それ以外が知る人ぞ知るみたいな。そうだね。この辺もうめっちゃコア。本当はもっと入れたい選手いたけど、まあ、ここで。絞るとね。はい。いや、面白い。さあ。続いて中盤かな、やっぱ。そうだね。皆様が一番気になっているだろう。中盤、じゃあここの4名、かけました。顔してみすぎじゃん。いや、全然別の考えちゃってる。俺のテストイレブン集中して。中盤の選手、こちら。ダン。え？ここの、ここ、不動。うわ、そして右、レアン。そして真ん中10番、アフロディ。そして8番、太陽。キャラがいい、キャラがいい。いや、ちょっとごめん、これね。レアってあれだよね。プロミネンスの。そう。プロミネンスの女の子。ここを結んでる、頭のてっぺん結んでる女の子。ちょっとショートカットのね、オレンジっぽい髪の女の子が。すごい可愛くて、うん、好きだったんだけど、ブリザード買っちゃったんだけど、死ぬほど後悔したレアね。一応入れときました。で、太陽。5本で初めてやったゲームが GO2 なんですよ、実は。ああ、そうなん。で、このね、熱風を選んだんですけど、熱風って雨宮太陽じゃないですか、白龍とね、うん、こいつがめちゃめちゃ好きで一番使ってたの。いや、分かってる。ミキシマックスが孔明のミキシマックス、そう、超いい。めっちゃかっこいいんですね。めっちゃかっこいい。全部かっこいい。なんか全部の技かっこいいのよ、うん、こいつの覚えてる技。太陽神アポロのサンシャインフォースとか、サンシャインストームもそうだし、あとスパークエッジドリブルみたいなね、あバチバチンみたいな、全部がかっこいい。ガチ推しです。で、これ、このチームの要となる選手、アフロディーなんですよね。中心選手。がアフロディーアフロディーにしました。実は、稲妻イレブンで、
一番好きなキャラがアフロディなんですよ。キャプテン感って言ったらやっぱ強い。めっちゃかっこいいのよ。アフロテルミの。アフロテルミね、本名。でね、実は5までの時点ではそんなに俺は注目はしてなかったんだけど、うん、オリオンの刻印っていう作品で、日本代表に入ってくる途中から、うん、その時の活躍がめちゃくちゃかっこよすぎて、ヘブンズタイムが、演出がちょっと変わって、羽がバサッて舞うのよ。それがかっこよすぎちゃって、一気に好きになっちゃった。一番好きなキャラになりましたわ。いやー、かっこいいもん。うん、いや、実はね、あ、言っちゃうけど、考えてた。もうここにいるやつ、ここ。ここってもう今めっちゃ刺さってた。あ、マジ嬉しいわ。ふとちょっと思うてん。韓国戦とイギリス戦でめっちゃ活躍するんだけど、なんかかっこよくない？途中から、前半は様子を見てて、後半から出てきて一気に試合を動かすみたいな。うん、なんか軌道のもう裏の司令塔みたいなのがめっちゃかっこよくて入れました、うん、っていう感じですね。いい感じだな。あー、いいな、うん、こんな感じになりました。次どうしましょうか。ちょっとゴールキーパー見ていい？ゴールキーパーいきますか、うん、ゴールキーパーと、じゃあついでに監督ももう紹介しましょうかね。さあ、それではゴールキーパー発表いたします。お願いします。こちらゴールキーパー源田。源田かと、これはね、もう外せない。俺がもうゴールキーパーってこいつ以外の選択肢がないぐらい。ビーストファング、フルパワーシールドがね、もう見た目もかっこいいんだけど、アレスの天秤っていう作品がね、あって、その時に出てきたビーストファングの、またなんだろう、常用感なのかな、ハイビーストファングっていう技が出てきたんですよ。めちゃくちゃかっこよくて、やばってなって、こいつを外す手はない、正直。新帝国の源田とも迷ったんだけど、これは今回は普通の源田にしました。ですね、監督もね、影山なんですよ。影山レイジ。いや、こいつね、あんま良くないけど、アレスの天秤の時の影山が、めちゃめちゃサッカーの戦術が長けてたんですよ。そういう面においては、この人、やっぱいいんじゃないっていう。変な靴履かせたいですね。そうそうそう。するんだよ。結局、まあ、そのチームのためになることをしてたって感じで選びましたと。ということで、もう9人生まれました。残すとか、あと、フォワード2人なんですよ。気になる。2人だったら結構悩み。やばいよ。フォワードの方が多いじゃん。そう。イナズマイレブンって。もう何人を切り捨てたか分からない。よく2人でいけたなって。でも、どうしても、外せない2人がいた。ああ。ちょっと今から書きますわ。聞いてみたい、見てみたい。ベストイレブン、ついに完成しましたので、お披露目します。我がチームのフォワードはこの2人だ。ドン。染岡と灰崎。え？この2人です。え？嘘でしょ？この2人が、どういう略称をする？意外。意外なの。うん、ハイザキっていうのが、アレスの天秤の三人主人公がいる中の一人で、なんかロン毛でね、うん、最初あんまなんか変なやつだし、好きじゃねえなって思ったんだけど、こいつが出す技が、いちいち、これもう刺さっちゃったのよ。うん、俺が一番この稲妻イレブンで好きな技があって、ハイザキとキラヒロトっていう二人で繰り出す、ペンギンザ・ゴッド&デビューっていうクソかっけえ技があるんだよ。それがもう、好きすぎちゃって、刺さりすぎちゃって、俺はもうこいつを外すわけにはいかないよ。で、染岡ね。いや、もうこいつでしょ。フォワードってこいつ以外いる？え、まあでも、シュート力は高い。そう。実は、世界で、ゴースリーじゃない、無印の世界編の時に、もう本戦がいよいよ始まりますよって時の稲妻ジャパンの一番最初の得点を取ったのがこの染岡なんですよ。その時のドラゴンスレイヤーが、クソかっこよすぎて。好き。こいつ好き、マジで。で、実はね、ここに、いるんですよ、ここに、吹雪が。うわ、ってことはワイバーンブリザードが出ちゃうんですよ。このチーム、ワイバーンブリザードが出てる。完璧ですよ、この布陣。さあ、こちらが僕のベストイレブンとなりました。なんかバランスがいいというか。こう、ちょっと、マイナーな選手は集まっちゃったかなって、個人的に思ったんだけど、でもちょっとこれ、まあ、こっからはまあ余談というかね、うん。残念ながら惜しくは漏れてしまった選手を、ここに一気にここから発表しますわ。口頭でね、もう書けないんで。と、ゴールキーパー。うん。ここが、今、源田なんですけど、もう一人、実は好きなゴールキーパーがいて、いぶきっていうやつなんですけど、これは、稲妻イレブン Go3 で出てくる天馬たちのチームのゴールキーパーなんですけど、あ、元バスケットボールプレイヤーの。そうそうそう。こいつの技めっちゃかっこいい。見たことある？ちょっとだけ。激輪ダンクっていう技があって、わかんねえな。この、風のドラゴンで、こう、
ダンクでシュートを止めるっていう技がクソかっこよくて、すごいな。でしかも伊吹めっちゃイケメンだし、うん、いいやつなのよ、うん、だから俺はね大好き。だから入れたかったんだけどちょっと惜しくも漏れちゃった、うん、そしてね次がディフェンダー、そうそう、あー、はいはいはい、GO2 で出てきたダナークのミキシトランスの、うん、なんつうの、元の、ね、元となっていた選手、普通にディフェンスのパラメーターが高いめっちゃ高いしゲームでイケメン、なんか白髪でかっこよくておじさんだけど化身がかっこいいっていう、うん、合力の玄武、うん、入れたかったんだけどそしてもう漏れちゃった、漏れちゃった。このメンツで言ったらねちょっと漏れるかな、格落ち感否めない。ミッドフィルダーね、ミッドフィルダーも一人漏れちゃった選手います。まあここと変えてもよかったかなって思ったんだけど、うん、佐久間あのね、源田と不動入れちゃったのよ俺、入れたかったんだよね正直、新帝国のやつらみたいなことね。まあでもベンチメンバーだから、まあ、出すことはできる。あとフォワードか、フォワード2人います控え、1人が沖田総司です。おこちらも GO2 の偉人、まんまです、もうまんま本人、ミキシマミキシトランスの方じゃなくてもう本ご本人、本人もあいつが俺この稲妻イレブンの中で一番イケメンだと思っていて俺が GO2 のゲームを買う前、うん、アニメを見たんだよ初めてね、クロノストーンを、うんうん、その時出たのがその沖田で、あめっちゃイケメンじゃんと思って、こいつえ稲妻イレブン今こんなイケメンです出てんのって思ってそっからなんだろう GO をやる見るようになったり買うようになったりして、うん、この稲妻イレブンより深みにはまってったっていうことで外せなかったんだけど、ちょっとね枠がなかったから入れなかった。最後の一人、最後のはねゆりかです。えちょっと浮かばないかな。誰？オリオンの刻印で出てきた一番最後の敵のキャプテンの女の子がいたんですよ、二つ娘が。ああ白髪、そう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 、ちょっと白髪っぽい、その女の子の出す必殺技でオリオンクロスバイパーっていう技があって、いや俺あれ初めて見た時に震えたのよ嘘だろって思って、あなんかオリオンの刻印ってさちょっとネタっぽい技とかも、うん、なんだよこの技みたいな、多かったじゃん、多い、めっちゃかっこいい技出せるんじゃんこんなにって思って、なんでこんな技をもっと早く出さなかったんだと心が踊ったよマジでかっこいいから見てほしい、なんか伝われその選手を入れたかったんだけど、まあ、ね、正直その必殺技、うん、っていう面でしか評価ができない。以上が僕のベストイレブンでした。もう全部から出してる5、そうね結構幅広く出ちゃった、すごいな。じゃあ小さじ編に続きたいと思います。バトンタッチ。